ローン級装甲巡洋艦はドイツ海軍の装甲巡洋艦の艦級。ドイツ帝国海軍では大型巡洋艦に類別していた。1906年4月5日にローンが1905年11月21日にヨルクが巡航した。写真はヨルク。本艦の船体形状は朝鮮主労型船体を採用している。艦首水面下に昇格を持つ艦首から。 全部甲板上に21センチメートル速射砲を連装式の主砲塔に収めて一機を配置。環境構造は司令塔を下部に組み込んだ船橋を両側に持つ箱型とし、その上部に2段の見張り所を持つミリタリーマストが立つ。その背後に等間隔に4本煙突が立ち、煙突の周囲は関西艇置き場となっており、2番3番煙突の間に配置された。 グースネック型クレーンが、片弦1機ずつ、計2機により運用された。上部構造物の側面には、原則甲板上に、複方の15センチメートル速射砲を砲塔形式で、背中合わせに2機、原則ケースメイト配置で3機ずつの片弦5機ずつ、計10機を配置した。上部構造物の最後部に、後部ミリタリーマストと、後部司令塔が立ち、甲板1段分下がって、 後部甲板状に後ろ向きに 21cm 手砲と1機が配置。この武装配置により、前後方向に最大で 21cm セ2チ 15cm 砲4門、左右方向に最大で 21cm 方4問 15cm 砲5門を向けることができた。本級の手砲は、1898年型 SKL。L 4021cm 速射砲を採用している。その性能は 108.0kg の砲弾を、行革30度で 16,300m まで届かせることができる。この砲を連装式砲塔に収めた。砲身の上下は、行革30度、深く5度の範囲で上下でき、守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持っていた。発射速度は、 毎分4から5発である。副部装として、1898年型た SKL、4015cm 速射砲を採用した。その性能は 45.3kg の砲弾を、行角20度で 13,700m まで届かせることができる。この砲を単装砲画で10機を搭載した。砲身は、行角20度、深く5度の範囲で上下でき。 150度の旋回角度を持っていた。発射速度は毎分4から5発である。その他に近接火器として1900年型8 8トル速射砲を採用した。その性能は7 0ラムの砲弾を行角25度で8 7 9 0ルまで届かせることができる。この砲を単装砲がで14機を搭載した。方針は行革25度、 深く5度の範囲で上下でき、露天で、旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は、上部構造物により社会を制限された。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は、毎分12発である。その他に3.7センチメートル5連装ガトリング砲を4機。 対艦攻撃用に45センチメートル水中魚雷発射艦を単装で4門装備した。第一次世界大戦ではバルト海で行動し、ヨルクは1914年11月4日、ヤーデワンで味方の嫌い二発に触雷し横転沈没した。ローンはバルト海で対路線に従事したが1916年に改め役され、兵装を撤去した。その後に、 後部甲板上に格納庫を設けて水上気6機と15センチメートル速射砲6機を装備とする水上規模艦へと改装されたが空母として利用されず宿泊艦として使われた。第一次世界大戦後に退役し解体された。ありがとうございます。